じゃあ睡眠はどうなの？なんで睡眠？これブルーライトっていうのは睡眠に関わるとよく言われてるんですよ。眼科医の井戸松です。今日はブルーライトカットのメガネ、本当に効くのか効かないのか最新研究から分かってきたということでご紹介しようと思います。具体的には疲労感、視力、睡眠、有害性に分けてどういう結果が出てきたのかっていうのが分かるものとなります。この研究は619名17件の研究、つまり1個の研究じゃなくて多くの研究をまとめて実際どうだったのっていうのをまとめた研究になります。じゃあブルーライトカットをメガネを使った人、使わない人に分けてみるんですよ。でブルーライトカットが入ってますよ入ってませんよっていうのは患者さんに言わないで使ってもらって、実際あ疲労感が取れましたって言ったりだとか、実際疲労感の検査機器みたいのもあるのね。それを検査機器してみてやったり、視力検査したりでしてみます。1個目、1週間未満のブルーライトカットのメガネを使う、つまりまあちょっと使ってどうだったかじゃなくて、まあ1週間はぐらいはだいたい使ってもらってどうなのっていうのをやった研究が3つあります。1件目の研究は120人を対象として明確に、視覚、要は疲労があまり関係なかったっていう結果が出てきました。2件の研究では46名合計でね、でやって疲労スコアというのを調べたんですね。まあ、疲労このぐらいですみたいにねチェックしてもらって、ああねメガネ普段からしててこんな感じです、ああこのメガネだとこうですってやってみてどうだったか、あんま変わんなかったっていう結果が出てきたんですよ。あれなんだ、私は結構ブルーライトカットのメガネを使うと楽になるんだけど、まあそういう人結構いるんですよね。あれなんで結果が出ないのかな。じゃあこれって1週間とか使ってるから調子の前後もある、じゃあ短期間1日だけ使ってはいどうですってやってみれば分かりやすいんじゃないっていう研究があります。すると1件の研究でも有意差なし、もう1件の研究でフリッカーって言って点滅する光を見てもらうんですよ。それによって点滅の光度合いによってこう点滅してるとかしてないとかっていうので目の疲労度っていうのを測るんですね。これをやってみると変わらないっていうことが分かりました。いやその検査が難しいんじゃないの、思いますよね。でもこのフリッカー検査とかなんかってやるとき、例えばメガネ合わせる合わせないとか、例えばですね、それは電子の本と普通の本比較した研究があるんだけど、まあ、それもフリッカーは差が出てるんですよ。つまり普通の本を見るのと電子の本を見るのと電子の本の方が疲れるよってね、っていうのがもう1日経たずその何十分みたいのでもう差が出るよって出るんですよ。だから結構ちゃんとその道具に差があるんだったら30分1時間でも差が出るっていうすごい詳細な検査なのね。にもかかわらず変わんねえなって結果が出てるんですよ。でこの話をすると必ずコメント欄、前回ねブルーライトの裏側とかっていうね動画出したんでその時も言われたんですけど、いや私はすごい効果を感じてます、それは研究の仕方が悪いんじゃないですかって言われるかもしれないけど、まあ公平に見てみると、まあ、こうやって変わらないと。ただこれって平均なんですよ。だから良くなったって人と良くなんなかったって人が1対1いたら結局変わらなかったってことになるわけね。良くなったって人とむしろ調子悪くなったって人がいたら、うん、変わんなかったとプラスか、あのプラスとマイナスだったらゼロになっちゃう、ね、こういう指標なんですよ。だからまあすごく良い人がいればその分すごく悪い人もいるんじゃないかなってことがまあ言えるわけなんですよね。結構ねあのブルーライトの、メガネに関する動画を出した時も、私はやっぱりブルーライトのメガネしてすごい調子悪かったって人も結構いらっしゃるんですよ。一方で私はすごい調子良かったって人もいると、じゃあばらつきも結構あるんだなってことがわかるんですね。そして視力、ブルーライトカットのメガネを使うから目に優しいでしょう、視力はどうなのっていうのが156名の方を対象とした研究では差がないと分かったんです。視力も関係ない、疲労も関係ない、これが分かってきたと。じゃあ睡眠はどうなの、なんで睡眠、これブルーライトっていうのは睡眠に関わるとよく言われてるんですよ。朝ブルーライトを浴びて夜ブルーライトを浴びないってやってあげると一日のリズムを作るって言われてるんですね。だからブルーライトってまあ
不必要か必要かでいうと必要な光なんです。で、朝浴びて夜浴びないでおくとリズムが作られて、メラトニンというね、睡眠を促すようなホルモンが分泌されやすくなるっていうふうに言われています。だからこそブルーライトカットのメガネを使っている人の方が夜間のねブルーライトがカットできるわけだから、そういう意味で睡眠の質が良くなるでしょうとよく言われているんです。そこで見てみると3件の研究で睡眠スコアが改善しました。お、やっぱりブルーライトいいんだね。でも3件の研究では変わんないっていう結果が出ました。ということで、もしかしたらちょっと睡眠の質が良くなるかもしれないし、そうでもないかもしれないってことが言われてるんですね。これはブルーライトカットメガネの使い方にもよってくるかと思います。ブルーライトカットっていうのはいつもしてはいけないんですよ。さっきも言ったようにブルーライトって朝浴びるのはいいんだけれども夜浴びるのはちょっと良くない、こういう光なんですよ。だから一律に朝から晩までブルーライトカットしてるとこれ良くないよねと。普段はブルーライトカットあんましてません、夜お家に帰ってきてなんかするときにカットしますってなってくるんだったら睡眠にいいんではないかという研究が出てきてるわけですよ。だからブルーライトの浴び方皆さん知っていますかっていうところも非常に重要になってくるんですね。ブルーライトは実は浴びた方がいいっていうことがもうこの研究からも言えていますし、これまでも多くの研究でブルーライト浴びた方がいいんじゃないか説っていうのもあるんです。いやそんなことないでしょうと。ブルーライトは悪者で、ね、LED が出てきていろんな光がね強くなってきてすごい悪い影響あるじゃないか。そこでブルーライトカットメガネを使った人、普通のメガネを使った人で有害事象、つまり調子悪さがどのぐらい出たかっていうのを研究しました。結論、ブルーライトカットのメガネを使った人はうつ症状の増加、頭痛、不快感、気分、更新って書いてあるけど気分の調子悪さっていうのがありました。ブルーライトカットでないメガネだと気分、更新、不快感が出てきたってことなんですね。これどういうことか。ブルーライトをカットすることによってうつ症状が出やすいっていうのはこれもよく言われていることなんですね。逆に言いましょう、うつ傾向にある人とかに、光を浴びてもらうっていうのがあるんですよ。高照度って言って光、高い照度、眩しさのものを朝バチーッと浴びてもらって、そして生活してもらう、するとうつ症状が改善するっていう研究もあるんですね。これなんでかっていうと、光によって一日のリズムを作ってテンションを上げてくれるっていう効果が光にあるからなんですよ。だからよく冬季うつって言って冬場のうつっていうのがよく言われています。冬になってくるとちょっとどんよりとしてきて暗くなっちゃいますよね。すると気持ちも落ち込んできて鬱っぽくなって、ね、まあ、すごいこう良くないことを考えてしまうっていうのが冬場起きやすい。皆さんもなんか悪いこと考えるときってとか気持ちが落ち込むときって、もちろんなんかショックなことがあったとかね、嫌なことがあったって時に落ち込むのはもう当たり前なんだけれども、時間的に言うと昼間とか朝一落ち込むことよりは夜落ち込むことの方が多くないです？夏のさんさんとね、太陽が輝く中で公園で落ち込むよりは、冬暗くて寒い風が吹いてる中落ち込むことの方が多いと思うんですよ。こんな感じで光っていうのが気持ちをコントロールしてしまう部分があるんですよね。よく世の中が暗く見えるとかって言いますけども、明るく見えると、まあ、気持ちも落ち着く。つまりブルーライトカットを一律にカットしてしまうことはもしかしたらその気持ちにも影響するんじゃないかと言われている。ただしこれはそんなに頻度が高いわけではないみたいなので、まあ、そういうこともあり得るよっていうふうに思ってください。あとは頭痛や不快感っていうのが、まあ、あったってことですね。もちろんブルーライトカットでないメガネも不快感はあったわけなんで、まあ、そこはまあまあ変わらないかなということです。
なのでブルーライトカットメガネを使ったから気持ちの落ち込みはもしかしたらあるかもしれないけど、全身的に悪くなるとか、まあ、そういうのはあんまりね、考えにくいのかなって、ね、だからそれがね、本当に悪いとかっては思わないと。今回の研究は2023年コックランライブラリーって言って、まあ、比較的有名な、まあ、こういうね新しいものとか、まあ、いろんな研究が、まあ、実際どうなのっていうのを多くの論文、ね、17件の研究からまとめてくれるっていう研究結果になってきます。これ以外にもいろんな研究はあるんだけども、まあ、こっから言えることはブルーライトカットメガネに関して言うと、まず、ね、大前提としては有意差、つまりね、明確な科学的な差は疲労にはない、視力低下にもない、そして睡眠障害に関してはあるってやつとないってやつが半々ぐらいにある。不調で言うとまあそんなに変わらないけど少し気持ちが落ち込む可能性がある。だからもし使うんであれば朝からブルーライトカットメガネは使うべきではないっていうのが言えるんですね。使うんであれば夜間にブルーライトカットっていう風に変えた方がいいんですよ。例えば私ってメガネね、これ朝から晩まで大体同じのを使ってるんだけども、こうではなくて、例えば、お外用、ね、お家に帰ってきた用メガネはブルーライトカットとか、まあ、こういう使い方だったら、いわゆるブルーライトカットメガネのリスクを下げることができるので、つまり、ブルーライトは浴びるべき光なんですよ。全く浴びないっていうのもよろしくない光なんですね。なんか、悪者というイメージがあるかもしれないけど、浴びてほしいんですよ。そして夜は浴びないでほしいっていうのが基本的な考え方ですね。だからブルーライトカットのメガネを一律にやることはちょっとどうなのと。で特にブルーライトカットメガネってね、 33% カットとか 50% カットとか、まあ、全部カットするわけでもないし、じゃあブルーライトフィルムはどうなのとかって疑問もありますけど、フィルムも物によるって感じなんですよね。だけど、じゃあブルーライトってそんなに浴びてるのっていうのは、まあ、他のね動画でも紹介してるんだけど、日光と、パソコンとかを比較した研究だと、まあ、あんまし変わらないという研究が出ています、ブルーライトとかね。なのでまあそんなにパソコン使ってる、スマホを使ってるからブルーライトを浴びることになるんだとは考えすぎないで、まあちょっと気持ち睡眠障害用に夜使うぐらいはいいけど、日常使いで朝から使うのはちょっとデメリットもあるかもなっていうことを認識していただけるといいかなと思います。まあ、こんな感じで、まあ、ブルーライトカットのメガネとか、あとはメガネの使い方とか、まあ、いろんな動画アップしています。ぜひチャンネル登録、ベルマーク押していただいて、まあ、なんかありましたらコメント欄とかにも書いてくださればと思います。今後ともよろしくお願いします。